横浜港未来21ピアアリーナ MM、ピアアリーナ MM は、ピア株式会社が運営する、横浜市西区港未来の音楽専用アリーナ。正式名称の決定以前は、ピア MM アリーナと、仮称されていた。チケット販売業のピアが2017年7月に4階建て、収容人数1万人規模の等アリーナの計画を、公表。 佐藤工業の志向で同年12月に着工し2020年3月に完成した。コケラ落とし公演は当初は4月25日に横浜出身のゆずが全国アリーナツアーの一環で行う予定だったが新型コロナウイルス流行の影響により延期された。その後、情報誌、ピアノ、総完備でもある7月10日に開業することを決定、同日には おケラ落とし映像配信としてゆずが栄光の佳境を歌唱し幕開きすることとなった。2020年東京オリンピックパラリンピックに向けて問題となっているアリーナ不足の解消なども東アリーナの建設目的の一つに挙げられている。また民間企業が単独でアリーナを運営するのは異例のことである。東アリーナの特徴として音楽コンサートをメインとするものの 公演のジャンルについては限定せず、さらに、アーティストとの距離感や音響、照明環境の強化に加え、機材搬入の効率化なども考慮した新しいタイプの音楽アリーナを目指している。このほか、カフェやラウンジを併設し、アリーナ内での飲食も可能とする方針である。当アリーナは、高級施設ではなく、三菱地所が所有している土地を、 営業期間約30年間の定期借地として、ピアが借り受け、運営される。なお、38街区内の隣接地では、首都高速道路神奈川局が建設されており、横浜銀行本店ビルまで伸びている、ペデストリアンデッキを、同局の建物を経由して、東アリーナまで延伸し、桜木町駅方面から途切れることなく接続している。詳細は公式サイト内。 フードドリンクを参照。なお、ザブルーベルは、公演日以外でも営業しており、2階、ペデストリアンデッキからアクセスすることができる。港未来地区内には、東アリーナの他にも、以下の施設が所在、あるいは開業予定であり、音楽関連施設の集積が進んでいる。また、新横浜には、最大収容人数約1万7000人の横浜アリーナもある。ありがとうございます。